遅いな。もう15分ぐらい経ってるけど。あ、大丈夫だった？なんかあったかと心配。声でかい。バレちゃうからうち。バレちゃう？びっくりしてよ。ラインとかも全然変えてない。ちょっと静かにして。私さ、うん、フォロワー多いじゃん。めちゃくちゃ。インスタとかも TikTok も。え、そうだから結構ファンいるかなみたいな。よ、多分あそことかもうちのこと見てるかなじゃん。いやいや、多分見てるのはなんかその格好じゃないかな。本当？うん。なんかバレそうで怖いんだよ。あ、絶対大丈夫だと思うけど。うん、ほら見てるの。え、見てる。ほら見てるよね。いや、見てないね、全然。あ、なんか頼む？あ、うん。すいません。もうちょっと声ちっちゃめでお願いします。あ、うん。あの、バレちゃうから。普通に。バレちゃう。すいません。コーヒー一つ。コーヒー一つ。あと、アイスココアで、ね、お願いします。逆に怪しいよ。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫だから。ちょっと街とか歩くときも怖いもん、ビクビクしちゃって。あー、そうなの。普通じゃ歩けないよ、やっぱり。もうそんな多かったっけ。うん、780円、結構多くない？普通の人よりは全然多いから。そう、うち顔で売ってるから。その顔で売ってんの？うん、めちゃくちゃ売ってるよ。てか聞いて、この間さ、TikTok でこんな子見つけて、どんな子？さすがにないなって思ったの。え、何この子？よく北川景子さんに似てるって言われます。最後まで楽しめ、ストーリーさ。てかさ、もうなんか北川景子に似てますとか言ってたけど、マジで似てないから。全然似てないよ。だからお願いだから、もう勘違いやめて。やめてほしいよね。でもうちは普通に今田美桜に似てるから。え、なんかすいません。あ、え、声でかい。あ、すぐでバレたもん。さっきあんたそうだよね、そうだよね。調子飲んだ、マジで。あ、そうだよね。あの、すいません、コーヒーさっき頼んだんですけど来てなくて。あ、注文入ってない。え、入れたよね。うん。え、もう口コミで書いてやんのから。書いてやろ、これ。何、なんて店？なんなの？ありえない。なんて店？あ、てかさ、聞いて。マジ？もうそのうささで言ったら、この間 TikTok やばいから。どれだよ。なんだよ、これ。さ、有名人気取りすぎない？さすがにこれやばいね。だからフォロワーいくつなの、この人？あ、全然いない。20 20? 20。なんかさ、有名人気取りしてる人本当に無理なんだよね、普通に。もう結果出してからいいねよって感じじゃん。普通にないなと思って。私そういう人嫌いで。お前ね。え、何？うん、これお前ね。え、私言ってなかったけど、 TikTok40 万人、 YouTube46 万人いるから。これはもう言ってない。また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 。本当だ。え、大丈夫、安心して。こんな私でも全然声かけられないし、もっとだ。ちょっと安心してほしいかも、その辺は。これとかいいやん。逆にこれ私つけたいかも。うん、いらないかも。ありがとうございます。まだそのまま帰る。うん、そうした方がいい。じゃあね。お世話様。バイバイ。あの、堀北真希に似てるのが来るから嬉しい。なんか全然堀真希。うん、堀真希に。マジで？結構、あの、なんならなんかドラマ出てましたとか言われるからたまに。あ、そうだよ、ね、DM とかも。あれだよ、森さん中の大島じゃなくて村上。村上かも、よく言われる。言われてんだ、村上似てるわ。村上さんに似てるってとは言われてるんだ。でも全然嬉しいから。でも黒沢さんにも似てるかも。あ、全体的に。全体的に森さん中かも。なんだ。森さん中かも。いそうだね。うん、いそういそう。森四中ぐらいで。アルファ世代？うん、あ、そうなの、うん、アルファっていうの？そう。やだ、おばちゃん知らなかった。 Z の次はアルファ。そうなの、アルファ覚えといて。もうほんしっかり Z もよくわかってないんだから。よくわかってないのにもアルファだったよ。アルファ。そう、ギリ Z なの。0、5とか0、 Z、ギリ Z。 ビゴーサタショタンサッチャー。危ねえ。何が？みんな最後まで見てくれて本当にありがとう。 TikTok あるあるみんな共感してくれたかな。うちらってギリ Z 世代だったの、マジで知らなかったんだけど。え、超嬉しいんですけど。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。